どうもこんばんは、ミッドナイトイーグル鳥のはじめです。ちょっとあるところに今いるんですけど、車の中なんですよ。もうすでになんか鈴の音のようなものが聞こえてて、今どうしようかなって思ってて、で怖くて今車からちょっと外に出られないというか、ちょっとまだ少し明るい時間に来たんですよ。というか、まあ、下見の手で来たんですけど、まあこんなとこ来る場所じゃないんだろうなっていう場所です。ね、みんな大好き道っていう場所ですね。ちょっと降りてみますか。行くぞせんちゃん。はい、懐かしのあの場所ですね。どっから音がしたのかちょっと分かんなくて、車の窓を少し開けてあるんですけど、ここついてこのカメラを準備してたら、チリン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 遠くの方から聞こえたような気がしただけかな。ちょっと、やべえ、月が出てる。今、7時半ですね。まいったな。前回の池から3回ほど、ちょっとね、撮影、行ってはいたんですけど、木が倒れてる。何も起こらなすぎて、動画にできてないんですよね。木がめっちゃ倒れてる。なんだ？ちょっと待って、バッテリーがない。失礼。ちょっとね、ちょうど今この撮影の帰りに寄ったんですよ。ちょっと2個目のバッテリーにしました。撮影する予定ではなかったんですけどね、土砂崩れかな。うわー、なんかやだな。風がすごいあったかい。歌みたいなものがね、前の動画で聞こえてきて、多分向こうの方から聞こえたんだけど、この先何もないんですよ。あの当時、山の、雪とか凍結、土砂崩れとかで山が閉まっちゃうんですよ、この上で。なんだろうな、さっき確実に鈴の音みたいなのが聞こえて、おじけづいてたんですけど、なんかそうでもないですね、今回ね。どういうか、ちょっと三脚伸ばしますわ。邪魔にならないように、道の端っこの方に。よいしょ。眩しい。なんだ？
回ってまだ停電も何もしてないよ。停電も何もしてないよ。ちょっと待って。今の入ってたかな。もう何なのここ。あ、ちょっと、足が俺多分今震えてる。枯葉の音とかじゃない。あ、やばい、ちょっと足が震えてる、どうしよう、めちゃくちゃ怖い。こんな山の奥に来るなって話なんですけどね。カメラが眩しい、眩しすぎる。ああ、どうしよう。あ、無理かもしんない。あ、無理かもしんない。無理かもしんない。ちょっと。帰ろう。おっかない。帰ろう、せんちゃん。帰るよ。ここ誰かと来たいな。一人は嫌だな。はい、あの撮影からそうですね、5日ぐらいですかね、経ちまして、今あのエンディングを撮っています。どうです。もうどうですとしか言いようがないというか、ね、あんな感じですよ。あそこの場所っていうのが、まあ結構えげつない場所があると。まあその当初ね、前回何夜でしたっけ、1年以上前かなに行った場所で、まあなんかよくわかんない何かがいるんでしょうね。じゃなければ音なんてするはずがないのと。変な音が入ってたじゃないですか。あの前もそうだったんですけど、歌みたいな、まあふんふんみたいな、何なんだか分かんないです。で、あそこを、まあ、教えてくれたリスナーさんもそうだし、行きたいって言って以前場所を教えたんですよ。まあ、自己責任で、行ってくださいなと。でね、そこ行って事故に遭ってしまいまして、そのリスナーさんね。でそれからもう二度と近づかないと、ね、鳥もね、狼もね、まあ、できれば行きたくない場所なんですよっていうのが、まあ気味が悪いのと、あの場所にいるとなんか直立してずっと立ってらんないんですよ。何かが、まあ、どっからか何かが来るような感じで、まあ、心霊スポットなんてね、まあ、何かが来るのを取るためにやってるんだろうけど、あそこはなんか変に命の危険を感じるんですよね。確かにマインギターフレンズもありますよ、ね、人を食べる、ね、動物、まあ、クマですよね。まあ、春になってね、そろそろ出てくるんだろうななんてね、思ってますけれども、それも含め変な、これ分かんないと思うんですよ。ああいう山の中絶対に、何もない場所なんですよ。でなおかつあそこって車が、まあ、前回もそうでしたけど一台も通んないでいいですよね。まあ撮影中にそこで変な音、そこに、ないものの音だの声だの、まあ例えばですけど、ないですよ。そこに
前はそう黒い服も服の人たちが、まあ、列をなして現れるなんていう話があって、一番初めはそれを取りに行ったんですよ。でそういうものを見ると変に命の危機を感じるんですよね。あ、これここに行っちゃダメだなって、怖いっていう前にあダメだって思うんですよね。これがよくね、ここのチャンネルで体現してるあれですね、山の中、基本山の奥とか山の方にしか撮影行かないんで、たまに公園とか行きますけどね。もうねすでに495夜の撮影に入っています。まあね、今の時期桜とかねツツジとか、まあ、結構山の方に咲いてて、撮影時間、まあ、今だと7時半から8時半ぐらいとか、あの辺で暗くなってきてからしかもできないので、ね、まあなんとかまた何か所か回ると思いますけどね、何か変なことが起こらないと最近映像にできてないので、次のね心霊スポットもね、またよろしくお願いいたします。寝るぞ、せんちゃん、またね。